Hey guys, Maggie's Golf Channel! イエーイ、今日はですね、こちら、オノフさんのフィッティングルームに遊びに来ました。イエーイ、これもすごいあのご縁があって、並木ちゃんからつながり、私も実際にオノフのお助けウェッジを使っているのをオノフさんが見てくださって、今回すごく今日楽しみにしていました。ご紹介したいと思います。渡辺さんです、はい、こんにちは、よろしくお願いします。すごいなんか見てくださって、はい、いやそうなんですよ、遠藤さんのね、はい、チャンネルで遠藤さんのやつとか、はい、あとショータイムさんのやつとかも見てて、はい、遠藤さんのチャンネルで、はい、あのオノフのフロッグウェッジ、そうなんですよ、はい、使ってくださってるのを見て、これ見て、はい、ぜひちょっとそしたらオノフ来ていただきたいなと思って、うんうんうん、これ、はい、実はメンズモデルなんですよ。知らなかった、知らなかったでしょ。知らなかった、こういうモデルで、ちゃんと可愛い、可愛い色が違うバージョンがあるので、メンズだったんだ、はい、そうなんです。なんか私もこれフィッティングしたのが1年もうすぐ経つぐらいになるんですけど、ゴルファイブさんで やったやつですよね、はい、ですごい気に入って使ってるんですけど、はい、日によってはちょっと、重いなって感じたりとか、はい、やっぱりもっともっと自分に合うものを見つけたいなとも思っているので、はい、とフィッティングの前にショールーム見てもいいですか、はい、ぜひぜひ、はい、入った瞬間からもう可愛くてすっごいテンション上がっちゃって、それはめちゃくちゃ嬉しいですね。リアルになんかめっちゃ今っぽいです、はい、ありがとうございます。こういうブルーとかもくすみ、あ、そうですね、くすみカラーでグリーンもだし、はい、もうこの辺は確かにかなりあのご評いただいて、はい、特にピンクはすごい、うん、え、リアルにめっちゃ可愛くない？ありがとうございます。私ボストンずっと探してたんですよ。なんかメンズっぽかったりとか、ちょっと自分のタイプじゃないものばっかりで、はいはいはい、今可愛いのに出会えたこのオレンジとか、はい、あとこっちのグリーン、この辺は一応、まあ、どっちかというとメンズ系のラインです。女性も使いますけど、ボストンもちょっとデザインが違うんですね。少し、はい、あの大きく作ってたりとか、うんうんうん、キャディバッグもちょっとしっかりめですよね、うんうんうん、これも軽いんですけど、まあ、この辺のちょっとねこう雰囲気は少し男性っぽいのかなって感じはしますけど、でも全然女の子でも使える、うん、女性も使ってらっしゃいますし、めっちゃ軽い、軽いですよね、軽い、はい、あのこのスエード、これめっちゃ可愛いと思って、このそうですね、これは今度はあの、ね、クラブオノフっていうここのあの、はい、オノフのメンバー会員様向けに作ってる、うん、ちょっと限定商品なんかになったりするんですけど、はい、そうなんだ、ね、これもまたいいよね、はい、スエードもだって、あとは こんなのも結構、はい、あのパトリックっていう、これもそうなんですけど、はいはい、あのスニーカーブランドとこのコラボしてるキャディバッグ、うん、はい、ちょっとアイテム、はい、ありがとうございます。テンション上がる。じゃあ早速、はい、早速、はい、フィッティングの方、はい、早速、はい、よろしくお願いします。何から、はい、そうですね、まあちょっとあの最初なんでアイアンから打ってもらって、はい、はい、ました、ちょっと自由に打ってもらいながら、はい、ヘッドスピードとかちょっとあの測りますので、はい、それあのオノフレディっていう、はい、オノフ あのレディースブランドの、はい、ゴルフクラブになっていて、うんうん、今使ってらっしゃるのがメンズのクラブなので、はい、それに比べるとグリップは軽くて細い、全体の長さもあの短いと思いますね。なるほど、はい、でも私実は身長に比べて手が小さいからちょうどいいのかもしれない。だそう、手のサイズさっき19って聞いたので、はい、それ聞くとやっぱりちょっとグリップが太すぎるとそれだけでもあの右に行く要因になっちゃったりするので。なるほど、はい、そうなんだ、はい、知らなかった、うん、あ、まあ最初なんでちょっとこう、はい、ウォーミングアップ、はい、ウォーミングアップがてら、うん、ナイスショ、うん、素晴らしい。これでもう7番で110ヤードぐらい飛んでるっていう感じですね。ちょっとね普段使ってるのよりだいぶ柔らかいので、うん、しなり感もかなり 出ると思いますね、うん、ナイスショです。はい、ありがとうございます。ちょっとやっぱりしなってる感じがしてるので、はい、今度は A シャフトといってで、はい、今打っていただいたのは L シャフト、うん、柔らかい方のシャフトになるので、うんうんうん、今度 A シャフトって言って、はい、女性の中でも硬い方のシャフトでちょっと長さも長くなるので、はい、すごい今のにちょっと近づく感じですかね。了解です。特にオノフの A シャフトは結構他社の A シャフトに比べるとしっかりしてるシャフトになるので、はい、本当だ、全然違う、はい、うん、うんうんうん、ちょっぱなでいきなりいいとこ行きましたね。うんうん、おー、うん、伸びた、うん、ナイスですね。
はい、ありがとうございます、はい、打ちやすい。でもやっぱこっちの A シャフトの方が。これはこれあのまさにさあのフロッグで、はい、あ使ってるシリーズ、いわゆるメンズの、うん、まあ、ちょうど同じような今使ってらっしゃるような、うんうんうん、まあ、シニアラインに近いようなところのメンズのヘッドになります。はい、はい、1番。重さがまたヘッドの重さが急にちょっと重たくなったのかなっていう感じですかね、うん、あ重いね。あ、やっぱりちょっと重たくなるんですね。はい、はい、全然追いつかない体と、うん、多分当たればしっかり飛んでくれるんですけど、はい、やっぱりちょっと難しいのかなっていう感じ。難しい、はい、やっぱりそうすると、うん、A シャフトの、うん、ごめんなさい、レディースのしっかりめぐらいで、はい、行くのが、まあ、オノフの中でおすすめかなと思うので、うんうんうん、はい、ちゃんと練習して、ちゃんと、はい、慣れてしっかり当たって120ってやったところを捉えればいいのかなっていうところですよね。そうなるとね、もう L シャフトっていうのがあんまり選択肢には入ってこなくなるので、うん、A シャフト、はい、そのでいけるかなと思うので、そうなんです。ーユーティリティもそしたら、いきなり A シャフトでちょっといってみましょう、はい、了解です。5U の5になります。まあ、5、6とか、うん、番アイアンが7番アイアンぐらいまでにして、はい、あとはまあ U の5、U の6あたりがいいのかなっていう気がしますけどね。うん、うん、ナイスです。おお、うん、130から140ぐらい飛んでくれればいいかなっていうクラブですね、うん、今のメンズの、はい、メンズってシニアの 6U で、うん、だいたい130から140ぐらいなんで、そうです、そうですよね、はい、レディースの5U でだいたい140ぐらいいってほしいなっていう感じですね、うん、もうちょっと、お、完璧、おお、完璧です。まっすぐ飛んだ、はい、まっすぐ飛ぶこれすごい今ぐらい結構あのちょっと高い音がしたじゃないですか、はい、キンっていう高い音したので、はい、あれが正解、そういうあれが正解っていうかもうドマシンの音なので、はい、あんな感じに嬉しい、ベストですね、めっちゃ嬉しいんだけど、完璧です、めっちゃ真っ直ぐ飛んでるよ、はい、見てこのスマッシュファクターってミート率表す数値があるんですけど、はい、これも今 1.49 なんで、はい、もう本当文句のつけようがないぐらい、ま、もうドマシンっていう感じです。完璧です。相性いいですよねこの子、すごい。だその流れで、はい、あとはフェアウェイウッド、私がもうウッドを、はい、本当に打てなくて苦手、もう放置してるんですよ入ってるけど、はい、今3バウンドなんですかね、しかも今あ5バウンドですね、はい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 、これと一緒だ、同じです。ちょっとやってみよう、はい、お完璧ですよ。えめっちゃいい音しましたよね今、はい、今のあのいい音が真の音なので、すごくない、はい、へえ泣きそう、嬉しい、はい、うん、相性、はい、140超えた、完璧です。女性ラインの専用ヘッドになっているので、うんうん、まあ、非常に優しくて芯が広くて、うんうん、あとはちょっと低重心になってて球上がりやすくはなっているというのが特徴ですね、はい、そうなんだ。並木ちゃんはねフェアウェイはオノフ、確かに。あ、そうなんですね、はい、並木ちゃんめっちゃ上手、上手ですよね、はい、フェアウェイウッド綺麗に、綺麗に、そうですそうですよね、はい、あれまさにそのヘッドです。で、まあ、やっぱり A シャフトの方が良さそうなので、はい、ドライバーも同じ流れで A シャフトでいってみましょう、うん、はい、分かりました。うん、開いちゃった、ちょっと右出ましたけどね、170から180ぐらいですかね、そうですね、はい、それがアベレージで、うん、いい感じです、うんうんうん、やっぱりねヘッドスピードを今こうずっと測ってますけど、はい、31ぐらいドライバーで出てるので、うん、だいたい女性の平均だと28から30ぐらいなんですね、うんうん、だからそれよりもちょっと早いかなっていう感じなので、うん、だから今ぐらいのこう暖かい時期だと、うん、メンズのクラブでもいけるんですけど、うんうんうん、ちょっとこう厚着してきたりとか寒くなってきたりすると、はい、ちょっときついのが現状なのかなっていうところなので、うんうん、なオノフで今おすすめさせてもらうんだったら、うん、レディースのちょっとしっかりめの A シャフトっていうのがいいのかなと思うので、はいはい、あとは、はい、ちょっとそのさっきのウェッジなんかも、はい、私が今使ってるのが52、58なんですけど、はい、めっちゃ重くて、うん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 、ドメンズなんですよ、はい、そうですよね、ウェッジだから多分結構フルスイングめちゃそんなにしないっていうところでこれをチョイスされてるんだと思うんですけど、うん、950ネオの S で100ヤード、まあ、だから80ヤードぐらい飛ばすんですけど52度で、うん、少しやっぱ振り切れるのがしんどいのかなっていう感じなので、うんうんうん、まあ、オノフチョイスだと同じ合わせの、はい、A シャフトでいいかなと思うので、うん、はい、ちょっと試しにこれやってみましょうか、はい、それの同じフロッグの51度っていう、はい、お助けウェッジと同じお助けウェッジのアプローチバージョン、へえ、そんなのがあるんですね、はい、
これは何ヤード飛べばいいですか？51ヤード。これだとまあ6、70ヤードっていう感じでいいと思うんですけどね。ああもう完璧ですね。今だとちょっと距離は、あでも60ヤード、完璧ですね。完璧、はい、うん、少し手前からダフてもやっぱりしっかり、うん、あの滑ってくれるんで、はい、あのミスにはめちゃくちゃ強いですね。へーすごい、はい、めっちゃ打ちやすいこれ。なこの辺りを51度と、はい、あと、まあ、あのロフトは58度今使ってらっしゃるのそのままでいいので、はい、うんうん、シャフトだけ A シャフトに変えてもらえばいいかなっていう感じがあるので、うん、ですね。確かにこうやっぱ比べるとあメンズだったんだなって今気づいた、うん、重いもん、はい、すごくこれ自体はもう完成されてるし、うんうん、完全にいい流れで今揃ってるので、まあ、オノフでチョイスとなると、うん、どっちかというともう丸ごともう1セット、うんうん、要はちょっとこう楽なセットを用意するっていう方が、うね、あの流れは作りやすいかなと思います。そうするとなんか使い分けとかしてもいいんですか、はい、クラブはやっぱり夏場触れるときは、うん、ある程度っていうところですけど、はい、やっぱり寒くて触れないとかは楽なクラブを用意するっていうのは、うん、結構プロでもやるようなことなので今ちょっと打ってもらってて気づかれたと思うんですけど、はい、カラー、はい、色が選べるっていうのがオノフの特徴で、シャフトカラーで 5パターンからお好きなカラーを選べるっていう、それすごい、そうなんですよ、サックス、ホワイト、ピンク、うん、シルバーパープルパープルっていうような、バッジカラーも3色あります、うん、ピンクとサックスとパープルと、あとはキャディバッグなんかもやっぱりオノフ人気なので、はい、例えばピンクのキャディバッグ選んで、うん、そこからクラブ選ばれるような方もいますね、うんうんうん、はい、グリップもあれですね、3色ありますね、ピンク、サックス、パープルあるので、わ、うんうん、かりました。ちょっとそれも決めさせていただきます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。え、かわいい、おしゃれだね、この水色と赤がかわいい、めっちゃしっくりくる自分に、しっくりきてる、しっくりきてるよね、ちょっとテンション上がる、はい、じゃあこれにするとして、それにするとしてどうしよう楽しい、まあ、そうなると、はい、やっぱ白がまあかわいいよね、白は絶対合いますもんね、もう赤も、赤かわいいね。え、これグリップって、はい、この白シャフトに赤グリップでできるんですか？あ、もちろんもちろんできます、はい、組み合わせ自由、はい、ね、アイアン系はこの赤にしようかな、赤にして、あ、はいはいはい、はい、このウッドドライバーは白、はい、白にピンクのグリップ入れるっていう感じですね、はい、グリップは全部同じ色で、はいはい、いかがでしょう？いや、バッチリだと思います、はい、何も言えない、バッチリだと思いますバッチリだと思います。じゃ白に水色もできるってことか、はい、あ、できます、できます、あ、そうか、そうかできます、それも可愛いな、はいはい、ウッド系が白にこれ入れて、はい、アイアンはこのままの流れ、はい、こんな感じですね。可愛い、白可愛い白いい、こうやっぱ見えるところに白があるのいいね。でもこっちは赤、どう、あり、全部白の方がいい誰も何も言わない。いい、そうします、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそ、います、はい、ということで、はい、とフィッティングありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。いやいや、もうこちらこそです、本当光栄な限りで、本当になんか本当に、はい、いや、自分で一番驚いたのは、うんうんうん、もう普通に1球目からウッドがスパーンってまっすぐ飛んだのが、はいはいはい、嬉しすぎていや、めちゃくちゃいい当たりします。特にユーティリティとフェアウェイはもうあんなまっすぐ行ってくれてたので、はいはい、まあ、ドライバーも間違いなくちゃんと慣れてきて、うん、はい、使いこなせると思いますので、ね、合わせれば、はい、めっちゃ嬉しいです、うん、ありがとうございます。こちらこそ、もう本当に、まあ、めちゃくちゃ似合ってます、本当にオノフもこのなんかね、はい、すごいしっくりきたおしゃれです、本当に、うん、素敵なご縁をいただいてありがとうございました。ちょっと今後も、はい、使わせていただきます。YouTube の撮影とかでも、はい、ぜひ今度ラウンド企画やってください。そう、ラウンドで使いたい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。